ただ一方別線の自力4番車船倉が終始4番手内にかぶる格好になっています。6番車石村と4番車船倉まだ4番手が並走、打賞前2コーナーからバックへと入っています。さあこのまま山本が誘導を外していきました。ジャンでかける格好で金が入ります。さあジャンでかけた山本隼人一旦ペース配分を作っていく。4番の船倉まだ4番手のうち、あくまでもここにこだわりを見せていきます。4コーナーから直線、どうやらこのまま山本隼人マイペース、石村秀幸と船倉拓郎まだ4番手が並走で最終周回です。これはもう山本隼人いかにも楽な展開です。1コーナーから2コーナーマイペース、2番手5番の徳丸に7番の小谷、中段並走は結局4番車船倉取り切って2コーナーから向こう上面です。しかしこの間にもうかかっています。2番の山本隼人の逃げ、ほぼ縦1本で通過、3コーナーカーブです。逃げる山本隼人、番手徳丸、果たして逆転なるか。7番の小谷が3番手、4コーナーから直線です。さあ粘る山本隼人、追い込む徳丸ですが、山本隼人、徳丸、吉勝並んでゴールイン。お疲れ様でした。自転車は手前で取ってください。飛びつきとかもある作戦だったんで、はい、もうスタート取れたんで作戦通り突っ張れたと思います。オッズは見ました。オッズ見ました。まあかなりそう、はい、支えるとまずいと思います。そうですね、ワンツーでもね決着違うとちょっとね、そうですね、だいぶ違います。はい、あじゃあオッズはもう毎回確認する余裕は、あ結構見ますね。あ自分からああやって売れてるとどうですか。あ緊張しますね。オッズ見たデビュー戦の時とかもオッズ見てからめっちゃ緊張します。あ控え室入って